皆さんこんにちは、タイタルでーす。ポケットモンスターバイオレットで、また最強モンスター来てます。ギリギリですぐ行きましょうか。はい、というわけでこちらですね、最強リザードンが降臨中です。3月18日の朝、まあ、9時までですね。なんで、この動画公開するときはごめんなさい、終わってます。すいません、ギリギリです。はい、ということで、倒していきたいと思います。まあ、ドラゴンタイプ、ドラゴンタイプ、勝てるやついねえかも、俺作んなきゃいけない、間に合うかな。ということで、ドラゴンタイプのリザードンを倒しましょうか。不思議花とカメックス倒してきたんでね、リザードンもなんとかゲットしたいです。さて、最強の、リザードン、ドラゴンタイプ倒すのに誰がいいんだろう。いや待って、俺さ、このヤザルとか鉄のカイナとかさ、とかしか持ってないからさ、作ってる子タルップルとかかちょっとまともに作ってないんすよね。うん、なんかいけそうな子、今回は多分ね、作んなきゃいけないと思いますが、まあ一回とりあえずリザードン、どんなものなのか、いつも通りじゃ鉄のカイナくんでじゃ挑んでみたいなと、じゃあ思いますね。頑張って鉄のカイナ、お前ならいける。よし、さあ到着しました。ね、挑んでみましょうか。かっこいいな、リザードン絶対負けると思うんだよね。で、今回絶対なんか作んなきゃいけないので、まあ一回戦ってから、ちょっと適性あるポケモンをね、調べてその子で挑んでみたいと思います。まあどんな子なのかね。まあちょっとでもワンチャン俺勝てると思うよ。うん。倒してしまっても構わんだろ。行きましょう。いつまで俺このメガネかけてんだよ。さあ、リザードンの頭にリザードンがいる。そんなリザードンです。行きましょうか。ドラゴンリザードンってかっこいいな。メガ進化するみたい。メガ進化してくれ、頼む。よし、さあ行こうか。最強リザードン、オーバーヒート。焼いてきたね、いきなり。おっと、半分減る。勘弁して。特攻がガクッと下がった。おーおー、いきなり弱くなったか、お前。おい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 、ちょっと待って、ちょっと待って、それずるすぎる。ちょっとあまりにもヤバすぎて笑っちゃった。もう死にそうっす。おいおいおい、ずるいだろそれ。あー、ありがとう、回復してくれて。ちょっとえぐいな、君やってること。相当やばいよ。あ、興奮は耐えるのですか。グルーパンチ、急所に当たった。よしよしよし、ドレインパンチで回復して殴っていってみようね。あー、いいね、こぼれ種の効果もあって、死ななかったらなんとかなるよ。ボフ、ボフ耐えるね。よし、さあなんとか、イエーイ。急所当てて殴っていけ、頑張れ。損傷して頼む。意外といけるかもしれんそんな甘えたこと言ったらいいのか怖すぎる。これでバリア張ってからが本番ですよね、まず。はい、ボフ全然大丈夫。しっかりね、剣弱い覚えてないから、入れてないからさ、ちょっときついんだよね、そこが。まあ急所のパワーでなんとか。よし、バリア張ってくれても構わんぞ、そろそろ。まだ張らないんだ、バリア。うん。じゃあ、これ、いっとこうか。いや、これ、ワンチャン勝てるぞ、マジで。このままだと、リザードン。ほんと。待って。やっぱ、お前、最強なんかもしんねえぞ。俺、絶対負けると思って言ってるけどよ。今のところ、勝ちそうだぜ。いや、俺、今のね、グラスフィールドみたいなやつが、めちゃくちゃ今、効いてて、しかも、外した。これがでかいんだよ、ほんと。あ、ドレパンチ。あ、ドレパン。でいい。いいよ。でも、暴風抜群になっちゃった、これ、格闘になったから。やばいかもしれない、それは。来た。味方と捨てた成果と特殊の効果100点でした。やけどしてる。これどうなんだろう、腹太鼓していいかな。やってみるか、一回、腹太鼓。暴風死ぬか、俺。半分減って。あ、ダメだ、やってもだ、腹太鼓意味ない。あ、待って、やるな、腹太鼓。待て待て、まずい。いけません、これは。暴風避けます。エネルギーが集まった。えぐい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 。頼むぜ、なんかバグって俺と先制攻撃しろ。あ、当たったちくしょうごめんなさい、勝てると思ってました。いや、嘘です、勝てんわこれ。暴風覚えじゃずるいわ。
なんかワンチャンあるなと思って今まだ続けております。ワンチャンあるなと思って、ワンチャンあります。多分頼むよ。よし、今気合ダメと腹太鼓しました。敵は2連続攻撃外しました。ワンチャンあるなと思ってます。こちら、あ、おっとよう耐えたな。は？全然効かねえ。回復量やばい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 、思ったよりやばいな。もう確定急所でドレイン、マックスパワーなんで、あっつっ、待って、これワンチャン勝てるぞ、これ今回。さっきやられてもうないけどさ、テラスタル、テラスタルないけどよ。これステラス変化を消してこなかったらワンチャンあるね、マジで。ほんと、回復しまくって。いや、俺の本当にはドレインパンチがなくなるかもしれない。いや。ドレインパンチ。最悪最終手段はインファイトを打つ。もう負けると思ったら。それしかない。とりあえずドレインパンチでひたすら削りまくって最後インファイト。これでいきましょう。何回あと残ってる？ドレインパンチ。9回、あ、結構残ってる。これも、待って、ワンチャンあるぞ、マジで。相手攻撃外しまくる。これ、光の粉とかでもいいんじゃねえ、実は。ダメっすか？おい、おい、待って待って、お試しできたつもりなのに。前回のやつ、そのまま流用していけるぞ、これ。テラバ、ドラゴンタイプの技。命中、効かなすぎ、ワルト。弱くないっすか、あんたた。だから、ドラゴンタイプの技、暴風、ダイボンジ、オーバーヒートか。技構成。暴風だけちょっとだるいかなって感じだったけど、結局のところ鉄の階段かもしれん、結局鉄の階段やっぱ鉄の階段か。どう考えても最強カメックスとどっちでもいけるってことっすよ。みんな火傷とかだけすんなよ。オレイ。さあ、だいぶ上のゲージ追いついてきました。え、これ勝っちゃうの？勝っちゃって構わんか。あれー、あ、ちょっと待って、これだけちょっと怖いかも。ダイモンジー3パワーは火力アップ。ダイモンジーやばいかも。耐えるか。おう、耐えます。でも思ったより効くっていうのがちょっとあるいね、そこだけ。だからちょっとこれはね、うわ、体力思ったよりきついね。オリバこぼれて何し、は、連続攻撃ずるだろお前。ダイやばいな、これ。こぼれて、種こぼれた、種こぼれたね。3パワーってなんか減るんだっけ、体力。ダイモンジ、待て、これね、ちょっとまずいことが起こってます、今。皆さん、3パワーは効いてないっす。ちょっとね、体力のレースが怪しくなってまいりました。マジ頑張ってください。こぼれたね、マジありがとう。種、やったね。これ、バリア割って、マジでインファイトで決めるか。やばいと思ったら、やばい、マジでやばい。終わる。ドレインパンチ。いや、バリア割れてない、割れてないよ。大丈夫っすか、これ。いや、死んだか、これ多分。暴風、避けるけど、これ2回行動だよな、多分これ。で、これも言っとくか、ドレインパンチ。大文字、当たる。死んでないのステイって言った。いや、今のインファイトだったかな。さて、体勢を崩した。煉獄当たらない。最後ありがとうな。インファイトで落とせ。インファイトドライッシュ勝った。マジか、お試し勝利やん。俺絶対なんかポケモン作んなきゃいけねえと思ってた。え、それっすわ。で、ラブラブボールで捕まえよう。俺と君との出会いにズッキュンラブ。君と俺はつながる。よろしくだ。やば、勝つんだこれ。俺絶対負けだと思って雑なプレイしてたんだよね、途中でも。勝っちゃうんすよ、運命ってやつ。これがやったぜ。うわー、なんか普通にびっくりするわ、これ。これで勝つんかいっていう。だって技構成カメックスのそのままだもんな、俺。
本当に。マジでもう、もう多分ね、もう負けだなと思ったの、一回やられた時。ね、でも勝っちゃったね。なんか、諦めずやってよかったよ。リザドン、火炎ポケモン。巷で大空高く舞う、戦いの経験を積むほど、炎の温度は上がってく。熱いドラゴンです。やば、めっちゃ嬉しいかも。ウレピッピじゃんけ。やったー、最強リザードンじゃい。でん、最強リザードン、かっこよー。技構成こんな感じ。オーバーヒートない、気合いでも途中してきたのやばかったな。3パワー夢特性ね、毎ターン体力が減るっていう、すごいですね。控えめじゃん、めちゃくちゃ強い。控えめ、え、これこのまま使えるもんな、この子って。リザードン見た目バチバチかっこいいもんな。うい、リザードンってかっこいいわ。やっぱ俺ポケットモンスターはね、赤色だったからね、ちょっとやっぱリザードンは好き。相棒よ、相棒。なんか君ちょっと身長なんか、この倍ぐらい欲しいね。寒そう。ごめん、寒そうやな。寒そうやね。ここ寒いわ。はい。というわけで、じゃあ今回ここんなとこかな。だいぶ、最強ポケモンが集まってまいりましたね。よいしょ。ちょっとゾロワくん、こっちに移しといて。うん。だいぶやっぱ、いい感じに揃ってる。さすがすぎるリザードンと御三家たちもね、全部最強ポケモン。ピカチュウもイーブイもいるしな、最強ポケモン。嬉しすぎる。みんないい子だね。さて、またなんか最強ポケモンって今後も出てくるんですかね。恐ろしいですけど、頑張って集めていきましょうか。よし、はい。では皆さん、今回ここまでにしましょうか。はい、チャンネル登録した方、チャンネル登録、高評価よろしく。ちょっと図鑑集め最近サボってるから、また図鑑も集めましょう。誰だおめえ。また次回の動画でお疲れ様でした。じゃあね。